それでは選選ぶという字ですね。まず己という字を同じ大きさで2つ書きます。少し右上がりね、内側に入ってきたら最初の線少し外に出て閉じます。では少し内側から上に抜きますね。同じです。内側に入って閉じたら上に抜きます。その下に今日友という字ですね。まず反る、まっすぐに近い感じですね。そしたら伏せるを、ま、長めに持ってきたらこの線の下からこの線の下に点ですね。そしたら進入に行きますね。まず点を己の少し下あたりですね。で下から上がっていきます。押し戻してきた時に こっちの方が長く、今から下の部分を書きますが、お尻を出して上のこの長さよりも短くしてください。そしたら最後のこれよりも出ないようにして、まず上がってがこの空間あたりに上がってきたら、下がってをこの角あたりですね。で横に抜きます。